サッカーチェコ代表は、チェコサッカー協会により編成される、チェコのサッカーの男子ナショナルチームである。ビロード立婚成立後、チェコとして、初めて国際試合を行ったのは1994年2月23日のイスタンブールでのトルコとの試合で、4から1で勝利している。これ以前にも20世紀初頭、オーストリア・ハンガリー帝国内の、 両方ボヘミア王国であった時にナショナルチームが結成されていた。ボヘミア代表初の国際試合は、1903年4月5日、ハンガリーのブダペストでハンガリーとの試合が行われ、1から2で負けている。ボヘミア代表は1903年から1908年にかけて7試合の国際試合を行った。うちハンガリーが6試合、イングランドが1試合である。 1939年には、ナチスドイツの保護領を、ボヘミア・モラビア保護領として、ドイツと試合を行っている。これ以外の時期、すなわち領大戦間期に相当する1920年から1939年までと、第二次世界大戦以降の1945年から1993年に、かけては、スロバキアと連合して、チェコスロバキア代表として、 ナショナルチームが結成されていた。チェコ分離独立後に参加した主要国際大会では UEFA ユーロでは1996年大会以降7大会連続で本大会へ出場している。最高位は1996年大会の準優勝である。一方、FIFA ワールドカップには2006年大会に一度出場しグループリーグ敗退に終わっていて、 それ以外は2018年大会までヨーロッパ予選敗退となっている。出場試合数最多出場選手のペトルチェフ、太字表記の選手は、現在もチェコ代表に招集されている選手。この記録には、チェコスロバキア代表での成績は含まれない。得点数最多得点選手のヤンコレル2019年10月14日、現在水色は、現役代表選手。ありがとうございます。